こんにちは、本気重大主義者です。今日はですね、中国地方と四国、四国地方と中国地方の視点ということで、道案内みたいなもんですね。この後に各県の動画を見てもらうための、まとめの簡単なのにいきたいと思います。お願いします。あ、地形図見ましょう。じゃあ、はい、中国地方と四国地方ということで、見ての通り茶色い部分があるよということで、中国山地と、四国山地があると。抹茶の部分もそうだし、薄茶も結構あって、じゃあ、平野みたいなどこにあるかなというと、結構緑が固まっているのは一つここじゃないですか。岡山の岡山平野、そして広島の広島平野、そして、香川県の讃岐、このぐらいには平野がありますけど、基本的に、抹茶の山と、薄い、ね、茶色ということで山がいっぱいあるよというのが、一般的な話だと思います。で、実際説明の部分いきます。はい、まず西日本のルールということで、中国地方も四国地方も山が横に走るんですよね。はい、東日本は例えば北上高地、阿武隈高地、王山脈、そして出羽山地に縦に走るんですよね。あるいは飛騨木曽明石というふうに、こっちは横です。で、西日本の場合は上の方にある山地がなだらかで、下が、険しいというのが決まってますから、上にある中国山地がなだらかで、下にある四国山地が険しいということになります。で、そのね、もちろん山って抹茶茶ですけど、その周りだってもちろん茶色いですから、そんな簡単に緑はでかくないということで、平野の部分は広島、岡山、平野、佐野、平野ぐらいかなという状況になります。はい、次行きましょう。で、ここからですね、中国、四国を3つに分けてます。もうね、いろんな塾でやってると思うんですけど、これまとめの動画ですんで、スパスパいきますけれども、ね、中国地方も四国地方も間の瀬戸内は栄えてるけど、山陰と南四国がちょっとね、大変なことになってますということで、まず山陰地方いきたいと思います。山陰地方ね、別に東北とかあるわけじゃないんですけど、日本海に面してますから、日本海側の気候ということになります。はい、日本海側の気候というと、すっげえ雪が降るというふうなイメージね、北陸とか秋田とか山形で持ってると思うんですけど、この中国地方の方の、ね、山陰ね、どうなのかというと、雪一応降ります。ですからやっぱり日本海側の気候です。雨温図とか見るとやっぱり冬ね、雪が多いような感じになる場所が多いです。全部じゃないんですけどね。で、ただ温度なんですけど、やっぱりね、東北とかと比べると、こっち対馬海流が思いっきり通ってますから、暖流が通ってますから、そんなに寒くないということでね、東北地方みたいにすごい寒いっていうイメージは同じ日本海側でもやめた方がいい。あくまで雪は同じように降ると。東北ほどじゃないよ。東北、北陸じゃないけど雪はある程度降る。そういう意味で日本海側だということになります。で、産業がどうなっちゃったかというと、はっきり言って産業大変だと思います。はい。農業をやろうと思っても、あんまり広い部屋ありません。むしろ鳥取なんか鳥取砂丘だもんね。全然、米とか作れないよね。島根の方もね、出雲平野って小さいのありますけど、そんな大きな部屋ありませんから、狭い部屋で少しお米、例えば出雲平野で作ってる。そして、山で、鳥取とか島根では結構ね、海辺じゃなくて上の方の山辺の方で、放牧、主に乳牛、ミルクが意外に盛んに作ってます。乳牛の表は、各県の動画の方でまたやりますけど、鳥取、島根、作ってます。で、ちなみに、たまにね、テキストが載ってるところに一応言っておりますけど、なんでここで乳牛やるようになったかと言いますと、もちろんね、山がある程度あるからってこともあるんですけれども、昔ですね、こっちのね、鳥取とか島根では製鉄をする、ちっちゃなちっちゃな製鉄工場が結構あったんですね。そのね、出来上がった鉄道を運ぶために牛さんを使ってたということで、牛さんが余っちゃった、ね、ところが今はその昔ながらの製鉄というのはやらない。製鉄というのは皆さん知っている通り、でっかな工場ね、太平洋ベルトとかにあるでっかい工場でありますから、今やらない。だから牛さん余っちゃった。で、牛さん何するかというと、じゃあミルク出しましょうということで放牧があるらしいです。はい、農業はそんな感じですし、工業も正直あんまないんで、山陰地方はやっぱり過疎になっちゃうってことになります。はい。これが山陰で、それに対して全然違うのは瀬戸内です。はい。瀬戸内と言った時、当然ですね、中国地方の岡山、広島、あるいは山口と、四国地方の愛媛、香川、両方をイメージしますから、気をつけてくださいね。中国地方と四国地方の瀬戸内、香川、両方をイメージします。気候は、ここでどうしようかなんですね。ここ数年の問題があるんで、微妙なんですけどね、ずーっと今まで どこの塾でもね、どこのテキストでも瀬戸内の気候で、温暖だけど雨が少ない、ね、雨が少ないのは瀬戸内海と長野県とかの中央高地だってやってきた。ただ知ってると思うんですけど、ね、もうまだ10年になってないでしょうか。広島や岡山で
2年ぐらい連続してものすごい豪雨が起きましたよね。とんでもない豪雨で人が埋まっちゃって亡くなっちゃうの豪雨が起きましたんで、ね、ちょっと最近の気候を見ると、こっちね、よく学校でもあるじゃないですか。わざと新しい話題を出して学校を見ると、ここも気をつけた方がいい。基本は温暖な雨が少ない人が多いけれども、ただすごい西日本豪雨が何年かあった。災害って結構試験出ますんで、ね、ちょっとね、原則と例外って感じで、一応例外まで気をつけて押さえておいてください。はい。じゃあ農業どうするかというと、先ほどの山陰とかを見ると広い平野があります。広島平野、岡山平野、まあ、あと佐野平野もまあまあ大きいです。はい。で、広島平野や岡山平野ではお米をきちんといっぱい作ってます。はい。あとは果物が有名ですよね。岡山だとマスカットとか桃、広島とかね、まあ愛媛とかだとみかんなんか作ったりしますんで、まあ米を果物やって、まあやっぱり山陰よりもね、農業を見ても、まあちょっとね、元気なんですね。お米岡山広島作れる、みかんを広島愛媛作れるって感じで元気でやってる感じ。ね。多角的なんて言われていろんなことをやれる。ね。というふうに言われてます。はい。そして、瀬戸内海、海が思いっきりあり、結構ギザギザした、海岸多いですから、港を作りやすいということで、漁業、水産業もそれなりやります。まあ、山陰も水産業はあるんですけども、境港でかいのあるんですけど、まあ、こっちも漁業はそれなりやります。ただし気をつけてください。瀬戸内海の漁業の特徴というのは、海汚いです。あ、こう言っちゃいけないのかな。まあ旅行行った時別に普通に見たら綺麗でしたけども、一応こういうふうにテキスト上覚えます。海がよく赤潮が起きて、基本的に汚くなっちゃう。だから、ね、瀬戸内海のね、港から出て2、3地で取れるような沿岸漁業というのは基本的に厳しくなってきた。そこで、育てる漁業、養殖に変わったというふうに、沿岸漁業から養殖が流れ、理由は赤潮っていうのは結構問われますんで、まあね、そんな汚くはないかもしれないですけど、一応流れとしてはそういうふうに押さえてください。はい。で、今言ってる水産業は山陰もね、境港とかあるし、高知県もカツオとかあるから、瀬戸内だけの特徴じゃないんですけど、瀬戸内だけの大特徴がこれです。要は山陰地方や、こっちの南側の四国にはない特徴として、工業地域がバッチリある。ね、工場は一つあるんじゃないよ。工業地域があるんですよ。はい。瀬戸内工業地域がある。この時に試験場みんな忘れちゃうのは、瀬戸内工業地域というと、岡山、広島、山口、こっちの中国地方ばっか多いじゃん。愛媛、香川も工業都市結構ありますから。ね。四国での A 県、B 県、C 県、D 県の問題が出た時に、ね、どこが工業圏か分からないと落としますから。香川と愛媛は四国の中で工業圏なんで、それ気をつけてください。はい。で、瀬戸内工業地域はなんで、立派な工業地域になるかというと、もともと工業をする、ポイント、理由があったというふうにあります。一つは昔はお塩を瀬戸内海の海にばらまいた。瀬戸内海は乾きやすい気候だから、すぐ乾燥して、お塩が、水が乾燥してお塩が取れた。製塩業をやっていた。それから昔から綿工業というのは盛んだった。さらに、港がたくさんある造船業が盛んだった。ね。こういうふうな工業をやる、土台がありましたから、今も工業が盛んだ。ね。石油化学なんかも、まあ、これは各県どこでやります。自動車、この各県どこで、製鉄もあるということで、まあ、岡山、広島、山口も有名都市あるし、愛媛なんかも化学傾向ある、ね。これはいろんな個別にやっていきますけど、こういうふうに立派な工業地域がある。これが山陰や南四国との決定的なんですよ。すなわち何の違いになるとわかる？工業があるかないかというのは、要するに過疎になってしまうか、栄えるかの違いなんですね。ということで、過疎には絶対ならないということになります。で、その工業を手助けするし、ね、実際に人が多いからこそ必要なのが交通なんですけど、交通に関してもここはバッチリです。例えば、まあ、これ中国地方側の話ですけど、山陽新幹線ということで、瀬戸内海の近くを新幹線が取っていく。そして山陽自動車道、自動車道、字の通り、瀬戸内海の方を高速も取っていく。さらに、中国自動車道といって真ん中あたりも通っているということで、高速も2つ2本でかいのありますし、新幹線もあるということで、交通事情もバッチリ。まあ、これは栄えるだろうということで、瀬戸内は、まあ、ピンピンしているというのが特徴になります。さらにそっか、瀬戸内といえば、最後に交通で忘れちゃいけないのは、中国四国連絡橋ということで、ね、もうこれも個別の県とかでバッチリやってますけど、3つの橋がありますよね。全部、中国地方と四国地方をつなぐ橋ということで。まあ、1個ね、鳴門橋だけは徳島ですから、ね、瀬戸内海っていうと四国でも、香川、愛媛を指しますよね、普通ね。香川、愛媛を指すからね、しまなみ海道は愛媛。ね、そして瀬戸大橋は香川、ね、鳴門大橋だけは徳島なので、ちょっとこれだけ、事情は違います。瀬戸内海だけの橋ありませんけど、まあ、相手方は、相手方というか通る場所は瀬戸内海ということで、まあ、3つの橋がある、ね、まあ、これだけはちょっと違いますけど、残り2本を考えると、当然瀬戸内海が栄えている証拠になりますよね。
連絡も取りやすい、中国と四国、四国行き来もしやすいということで、交通事情がバッチリというのが、まあ、明るい状況の瀬戸内海。それに対して最後にあるのが、南四国ということで、要するに徳島と高知を考えてください。高知県と徳島県を考えてほしいんですが、基本的に温暖です。こっちは日本海流を通ってますから温暖です、ね。そして、かなり雨も、要するに梅雨と台風の影響を受けやすい、ね。まあ、梅雨はいいんですけれども、ね、梅雨で災害になったとあんまり聞かないと思うんですけど、台風はよろしくありません。台風は、ね、雨を持ってきてくれるありがたい面もありますが、当然台風だって人が亡くなるということがありますから、台風による被害は、バカになる。特に高知の場合は、二つの岬があるんですけど、足摺室戸って知ってますよね。両方とも、亡くなることが非常に人が亡くなっちゃうことが多い。結構大変。はい。で、産業はといっても、まあ農業で、県の動画でやりますけど、まあ高知確かに野菜促成栽培しますよ。徳島ちょこちょこ野菜作りますよ。だけど、工業としてがほぼほぼない。高知はほぼゼロ。徳島はまあ一個ぐらい。それは県の動画でやりますが、工業はない。となると、過疎の問題が出ちゃう。ということで、山陰と南四国は過疎を受ける。はい、でこのような山陰と南四国の過疎なんですが、もちろんね、各県の人努力してます。でどんな問題があって、どんな努力をしようとしてるんでしょうか。はい、まず問題としましては、一つは、もうね、店もなくなってきた、ね、過疎ですからお店作っても売れませんから店がない、ね。そして交通事情もね、スタートの鉄道はかなりね、まばらになっちゃって、そうすると買い物行くにもお年寄りとか体の弱い人が行けないと思う。人口構成を考えても、限界集落。まあ、かなりね、言い方としてはきつい言葉なんですよね。小学校や中学校の学校の先生、ね、道徳の先生とかって怒られちゃうかもしれませんけど、限界集落っていうのは、もう、これ以上行くと限界だろうと。これ以上この集落は守れねえぞっていうの。どういうことかというと、65歳以上のお年寄りが過半数と。これ、ある意味きつい言葉でね、要するに、いずれなくなってしまうんだろう。人は、いずれこの人たちは、お年寄りがなくなっちゃうから、この村滅びるよって言い方で非常に厳しい方なんですが、現実、そのぐらいね、守れそうにないような、村がたくさんできてしまう。そして人がいないということは、ね、農地とかの、ね、もう放棄されちゃう。農業をやるのも捨てられちゃうということで、土地も荒れ放題。で、当然家も空き家だらけというふうな大変なことになります。それに対して、一応、考えられているのが、町おこし、村おこしって分かると思うんですけど、その土地の名産品とかでね、例えば、な果物できたら、この果物を、全国に、まあね、ネットで売ったりして、そういうふうな町おこし、村おこししてるんですが、ね、こんなの結構入ってます。徳島県の、そうか、ごめんなさい、俺読み方、勉強し忘れてましたけど、上勝町かしら、上勝町かしら、ごめんなさい、これは自信ないですけども、まあ結構本に載ってるんですが、これなんかは、要するに体験を重視した村おこし町おこししてます。つまりね、名物があった時にそれをね、東京とかに住んでて買うんじゃなくて、東京とか大阪とか大都市の人がこの町に行って、ね、自然体験とか、ね、農業体験とかして、ね、要するにね、その、過疎になってしまった町の良さを知る。そういう観光業をしてる。結構こういうの今増えてきたみたいで、ね、そんなのが、代表例としてこの徳島の町が挙げられているというふうに、まあ、町おこし、村おこしをして、なんとか盛り上げようということをしています。そして、ね、まあ、町おこし、村おこしというのは、どっちかというと、住む人っていうか、観光の感じなんですけど、住む人を増やそうということで、まず U ターン。U ターンというのは、都会に行った人がこうやって U みたいにぐるっと戻ってくる。大阪なら大阪へとして戻ってくるから、U ターンです。はい。I ターンというのは、もう I ですから直接来ますね。これは要するに単純に、都心に生まれ育った人が、田舎いいなと思って来てくれることです。このように、なんとか人口を増やさないとね、いくら観光が、ね、たまに観光で旅行来てもらっても人口増やないしょうがありませんから、U ターンや I ターンをするために、ね、例えば、ね、税金を安くしてあげるとか、ね、あるいは、若い夫婦に対して手当を増やしてあげるとか、そんなことをして、なるべく人を増やそうとしてる。ね。いや、やべえ、観光が置かれちゃうんだね。で、最後に、観光も有名なスポットをもっと押していこうということで、例えば島根県の石見銀山、ね、ただ単にね、昔銀がありました、あははじゃなくて、ね、いろんな見やすい展示物を作るとか、ね、出雲大社もね、縁結びの神様ですからね、若いね、女の子たちが、来て楽しめるような、小さなグッズとか用意したりとか、あと、水木しげるって世代的にわかんないね、みんなさんね、ゲゲゲの鬼太郎っていう、まあ、漫画あるんですけどね、そういう妖怪とかお化けの漫画なんですけどね、そういう妖怪のお人形みたいなのをね、
街中にね、置いてあげるロードね。要するに道路歩いた時に、もうそこに横にずっとお人形があってね、そこを通ると楽しいんじゃねえかということで、名物を作ろうとしてると。まあこういうふうな対策をすることによって、過疎地頑張ってますけど、やっぱり大変だというのが、中国四国の視点でね、上は外側二つは大変、真ん中は栄えているということで、まあ最後、図を一個、まあ当たり前ですが、図を一個見せますけど、瀬戸内海の地域は工業地帯がこうあって、工業地域か、本当は地域ですけど、地域があって、ね、すごく、栄えてる。ね、記述式の問題が出る人はね、なんで瀬戸内の場所は山陰や南諸国と違うんですかって言われた時に、農業はあんまり書いてもしょうがない。農業はこっちもあるからね、高知もね。それよりやっぱ工業、ね、工業があるからっていうのはやっぱり今は大きいです。ね、まあ、さらに言えばさ、東京とかだとさ、工業よりもその後ね、第三次産業ね、つまり、テレビ業界とかさ、出版業界とかそういうところになりますけど、まあ、とりあえずね、中国、四国に関して言えば工業あるかないかで、ね、これだけ運命が変わっちゃうという視点はね、どの県やるときも忘れないでもらいたいなと思います。とりあえずじゃあ、この後各県の動画頑張ってね。